ってやつだ。30分待てって言うんなら仕方ねえぜ。30分待つのはリサリサの部屋のドアの前で待つのがベストです。その間鍵穴に目を近づけるのはいけないことでしょうか。ナイス。君もうジョジョとキスはしたのかい。まだだよな。初めての相手はジョジョではない、このディオだ。6秒経過。キアガレディオ。7秒経過。ロードローラーだ。もう遅い、脱出不可能よ。20m、エメラルドスプラッシュを。間抜けな、知るがいい。ザ・ワールドの真の能力はまさに世界を支配する能力だということを。出してみろディオ、スタンド。ザ・ワールド。カケオイン、いきなり吹っ飛ばされている。バカだ、カキョウイン。いうことだ。逃げるんだよ。シーザー、シーザー。ここは敵地、どこかにワムーとカーズが潜んでいる。しかし二人は感情を抑えきれなかった。ジョジョは叫んだ、シーザーの名を。リサリサは流した悲しみの涙を。けれどもシーザーの名を呼んでも帰ってくるのは残酷な静寂だけ。シーザーは死んだのだ。ジョジョとリサリサは静寂によってこの事実を実感した。その身尽きてもその魂は死なず、シーザー・ツェペリン、ここに眠る。ジョジョ、そのチェリー食べないのか。がっつくようだが僕の好物なんだ。くれないか。ああ、サンキュー。レロ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 。なんだこれは。手は握っていたのに。ルカの右目だぜ。どうせ意識がねえんだから持ってきたんだ。この味は嘘をついてる味だぜ、ジョルノ・ジョバーナ。練り込んだ弾丸に生命を与え、破壊された血管や組織を作って埋めるんです。いいからさっさとやれよ。治すんじゃないから痛みは当然残るんですからね。後で文句は垂れないでくださいよ。いけ、痛い、もっと優しく。
く優しくやってくれよジョルノ。だから無理ですって。ヤングなんだから騒がないでください。傷はあと18箇所ほどあるし、服も脱がさなきゃ穴は防げません。ブチャラティ、反応が2人分、他には誰もいないみたいです。用心して近づけ。だがそれは多分ミスタとジョルノだろう。何事もないのでのんきこいて俺たちを待っているに違いない。ああジョルノいた。おいミスター、ちょ、優しくして、優しく、服を脱がせないで感じる。ああどうだナランちゃん、いたか二人は。いえあれ急に目にゴミが入った。ジョルノ見えないぞ。二人なのかよくわからないぞ。もっと優しく。来る仲間の名前とスタンド能力を答えねえっつーんならよ、もう片方の目の心配もしていた方がいいなあ、ズッケーロさんよ。ないど、得体の知れない汚らわしい気分がすると動くなど、そこ動くなど。私の名はキライ・オシカゲ、年齢33歳、自宅は森王朝北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。仕事は亀湯チェーン店の会社員で、毎日遅くとも夜8時までには帰宅する。タバコは吸わない、酒はたしなむ程度。夜11時には床に着き、必ず8時間は睡眠をとるようにしている。寝る前に温かいミルクを飲み、20分ほどのストレッチで体をほぐしてから床に着くと、ほとんど朝まで熟睡さ。赤ん坊のように疲労やストレスを残さずに朝目を覚ませるんだ。健康診断でも異常なしと言われたよ。な、何を話しているんだとお前。私は常に心の平穏を願って生きてる人間ということを説明しているのだよ。勝ち負けにこだわったり、頭を抱えるようなトラブルとか、夜も眠れないといった敵を作らないというのが私の社会に対する姿勢であり、それが自分の幸福だということを知っている。もっとも、戦ったとしても私は誰にも負けんがね。つまりシゲチー君、君は私の睡眠を妨げるトラブルであり、敵というわけさ。これがキラークイーンと、私はこいつを名付けて呼んでいる。誰かに喋られる前に君を始末させてもらう。今夜もぐっすり眠れるようにね。What do you have to say about the theft of dangerous artifacts? Ain't nothing gonna break my stride. I'm gonna break my stride. Oh no, I got to keep on moving.